人は心にクローゼット持ってるでしょ。クローゼット。ソイネコ男子のジンと申します。男と女がただ寝てるだけ。セックスしたいんです。なんか疲れちゃった。不思議ね、こうやってると一番落ち着く。現代社会はストレスフル、仕事や対人関係の悩みや不安、そういう人たちの心に溜まったものをデトックスする。いいだろう。いいです。写真よりがっしりしてるね。どうして私は当たり前のことができないんだろう。あんた亡くなった彼の若い頃に似てるのよ。浮気？私と別れたい？バカバカしい。香里さんって目が綺麗ですねって言われちゃって、こういう30代が一番痛いのかもしれない。山村美恵と申します。え？麻生七海19歳。じゃあ寝る？いいね、合格。不合格。面白いわね、あんたが寝不足なんだ。この人とはフィーリングが合うとか呼吸が合うとかないですよ。僕から毎回合わせてますから。どうなるかなんて分かんないよ。私の人生もう詰んだ。かすり傷だよ。こんなの逃げんなよ。本当に辛い時は逃げてもいいのよ。これからは本当の僕で生きていきます。僕できないんです。ねえ、一緒に死んでくれる？